はい、じゃ皆さんこんにちは。宮崎国際大学の田川和樹です。今日はダンゴムシの不思議を探ろうということで体験授業をさせていただきます、はい。この授業は保育内容指導法環境で呼ばれる授業になります。保育内容指導法環境では昆虫や植物、身近なものなどを材料にしまして、子どもたちに対してどういうふうな保育ができるかなっていうことを学んでいく授業です。 で保育の材料の中でも特によく用いられるのが虫て呼ばれる生物です。はい。で皆さんは虫はお好きでしょうか。はい。おそらくま虫に対して苦手意識を持っている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で実際にま大学生を対象に調べた結果ですと7割くらいの学生さんが虫が嫌いだっていうふうに答えています。 で虫が嫌いだということは大きな問題ではないのですが虫を好きになる必要は全くないのですが保育のプロとしてですね虫を上手にこう保育に取り入れていくような技術を身につけていただきたいなというふうに考えています。はい、で今日はですね虫について慣れていただく一つの第一歩としてダンゴムシを用いた授業をしてみたいと思います。 多分皆さんも子供の頃はダンゴムシをたくさん集めたり、ダンゴムシを転がして遊んでみたり、そういった体験をされているんじゃないかなというふうに思います。で、実際子供たちはダンゴムシが大好きです。で今日は実際にダンゴムシの生態や、えー、生態などを観察していただいて、えっ、ー、とダンゴムシをですね保育に扱う方法について学んでみたいと思います。はい、こちらが今日の目次です。今日はまずダンゴムシを観察します。 でその後にダンゴムシがなぜ丸くなるのかを考えていただこうと思います。で最後にダンゴムシに迷路を解かせるということをやってみたいと思います。はい、じゃまず最初にダンゴムシを観察をしてみようと思います。はい。ではですね、まあダンゴムシをこれからかんしてもらうのですが。その前に皆さんはダンゴムシについてどれぐらい知っているでしょうか。 そのことを明らかにするためにちょっと皆さんにダンゴムシの絵を書いてもらおうと思います、はい、皆さんが思い浮かぶダンゴムシはどんな感じでしょうか少しお時間を差し上げますので絵を書いてみてくださいはいじゃあ皆さんダンゴムシの絵は描けたでしょうかではこれから実際にダンゴムシを見てみましょうではどうぞ では実際このダンゴムシ3つのポイントで観察してみようと思います1つ目が足は何本あるのかということです2つ目がまあ背中はどんな色でどんな模様がついているのかということですで3つ目がお腹側はどんな色でどんな模様がついているのかということですではそれぞれ観察してみましょう、はい、じゃまずですねこれはダンゴムシを裏側から見た映像です ダンゴムシ裏側から見ると、実はダンゴムシは、えー、順番に数えていくと、1、2、3、4、5、6、7と7つの足が生えていることがわかります。つまり7に14、14本、実は足があるんですね。で、それから皆さん、ダンゴムシをいろいろ数してもらうと、きっとダンゴムシには大きく色のパターンとして、2種類があることに気づくと思います。それがこんな感じにこう全体が黒いパターン、それからこのように白や黄色の斑点があるパターンです。 実はこの違いはダンゴムシのある性質の違いを表しますこれは後ほど説明をしますそれからお腹側を見ていただくとですねこのように全体が黒いタイプのものそれからこのように一部分が白くなっているものそういった個体もいるかもしれませんはい。じゃあこのような色や模様は何を表しているのでしょうか 実はこのダンゴムシのこの表面の模様はダンゴムシの性別を反映しているということがわかっています。このように黒一色の個体はですね、こちらは実はオスです。でこのように黒い黒い背景のところにです黒い背景のところに白や黄色の斑点があるような個体こちらはメスになります。このようにダンゴムシは背中の色や模様によって性別を判別することができるわけです。 じゃ、次に、じゃ、なぜダンゴムシは丸くなるのか、というところをみんなで考えてみたいと思います。では、そのダンゴムシについて考える前に、もう生命の歴史というものに思いを馳せてみましょう。そもそも、皆さん、生命は何年前に、こう、このように誕生したか、ということはご存知でしょうか。これは、三十八億年前に、というふうに言われています。 この頃生まれた最初の生命というのは単細胞生物でとても小さな小さな生命体でしたそれが38億年の長い年月をかけてそれでの生物は、えー、住んでいる環境に適応して進化をしてきたというふうに考えられていますそれについての有名な研究がダウインと呼ばれる生物学者の研究ですダウインはガラパゴス諸島を訪れましてこのような鳥類,類のくしばしの形について研究をしました そうするとサボテンの針を使って餌を取るような種類は細いくちばしを持っていたり硬い木の実を食べるような種類は太いくちばしを持っていたりとさまざまなこの環境や暮らしに応じて生物が形を変えているということが明らかになったわけです。はい、このように考えていくと生物の形や行動というものには、えー、と生存上の意義があるというふうに考えることができます。 ここでダンゴムシは丸くなるということにはどのような意義があるのかということを考えてみることにしましょう、はいですね、じゃあなぜ丸くな,くなるとどんないいことがあるのかということを考えてもらいたいと思います、はい、では考えていただけたでしょうかこれじゃあどんなことが多分皆さ,皆さんから出てきそうな答えをここに載せてみました 例えば天敵から身を守る身を守るのではないか、それか乾燥から身を守るのではないか、もしくはコロ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 転がって移動していくのではないか、そういうふうに考えた方もいらっしゃるかもしれません。今日はこの中で天敵から身を守るという仮説を、えー、と仮説を検証した研究を紹介したいと思います。はい。ではこの仮説を検証するためにはどうしたらよいでしょうか。 このように考えられた方もいらっしゃるかもしれません。丸くなれるダンゴムシを用意して、まあ、そこに点滴を放すと、でその時にダンゴムシが点滴に襲われにくいということを示せば、この仮説を検証することができるかということです。このこのような方法はいかがでしょうか、はい。実際はこの方法だけでは不十分だということが考えられます。はい、じゃあなぜ不十分なのかというところを具体例を用いて説明したいと思います。 例ええばこういうこんなことを考えてみましょう、えー、と皆さんがですね、えー、とある友達の A 君からこん,なそんなこんな相談を持ちかけられたということを想像してみてください。A 君が言うには同じクラスの D さんが、えー、と自分のことを好きなのかもしれないと A 君が言うにはいつも話しかけてくれるしじゃあ思い切って告白してみようと思うんだけどどう思うかなというふうにあなたに相談を持ちかけたとします。そんな時あなあたただったらどういうふういアドバイスをするでしょうか 私だったら、こんなアドバイスをします例えば、えー、と A 君その D さんの態度が A 君と B 君と C 君でどのように違うのかということを比較してみたらいいんじゃないかなということです。もしこの D さんという女の子が A 君にも優しいし A 君にも話しかけるし B 君にも話しかけるし C 君にも話しかけるということは別に A 君を特別扱いしているわけではないということがわかります。 一方で、もし a 君だけにすごく話しかけているということであれば、この告白も見通しがあるかもしれません。はい、このように物事を考える上では比較をするということがとても重要になってきます。つまり、ダンゴムシの場合も丸くなれるダンゴムシとできれば丸くなれないダンゴムシということを用意いたしまして、まそれぞれがどれぐらい点的に襲われにくいのかということを比べてみる必要があるわけです。 で、じゃあこの丸くなれないダンゴムシってそんなのって世の中にいるのかなというふうに思うと思うのですが、実はダンゴムシのメスっていうのは一生のうちある期間は丸くなることができないということがわかっています。それがこのように、えー、と子供を抱えているときなんですね。実はダンゴムシのメスはまるでこうカンガルーのように自分のお腹のところで卵を育卵と子供を育てて行きます。 なので、子供がこのようなお腹のところでいる状態では丸くなることができないわけです。これを利用して、研究者は仮説を検証しました。つまり、卵を持つメスと卵を持たないメスを比べまして、点滴のゴミシにどれぐらい襲われやすいかということを比較したわけです。これがその実験の結果を表しています。 この結果を見ると分かるように、えー、と丸くなえる個体と丸くなれない個体を比べてみると丸くなれる個体は食べられなかった個体の割合が多くなっているということが分かります。このように比較をすることによって初めて仮説という,というものは検証することができるわけです。それでは最後にダンゴムシに見エるを溶かせようということをやってみたいと思います。 実はダンゴムシというのは迷路ある特徴を持った迷路を説くことができるというとても面白い特徴を持っています、はい、で今日はですねこのように工作用紙を使って迷路を作ってみたいと思いますまたこ特に工作用紙がございますので工作用紙を組み合わせて T 字路ですね1個2個3個というふうに作ってみますでそれぞれの T 字路でどこで曲がるのかというのを観察してみましょう では、えーと、工作用紙を組み合わせて、えっ、ー、とメールを作る方法を説明します。このように、まあ4桁2のパーツで作られた工作用紙がありますので、それをこのように半分に折ります。その後、この目、この工作用紙を使って、ダンゴムシが通ることができる通路を作ります。で、まあスタートとゴールを設定して、ダンゴムシが果たしてこの迷路を取ることができるのかというのを調べてみるということです。はい、それではやってみましょう。 このように工作用紙を半分に折ります。半分によってダンゴムシが通れるだけの結び筋を当てて T 字路を作っていきましょう。このような形です。<laughs> はい、このように T 字路を作っていきます。 T 字路を組み合わせていくことで一つの迷路が完成します。ではこちらが出来上がったものになります。では実際にダンゴムシを歩かせてみましょう。さあダンゴムシはどちらに向かうのでしょうか。最初の交差右に曲がりました。次は左に曲がりました。そして右に曲がって。 コースを突破することができました。<laughs> もう一匹ダンゴムシ歩かせてみましょう。さあ、今度はどちらに進むでしょうか。一番最初は左。よ、左に曲がりました。次は右に曲がりました。で最後に左に来ましたあ。見事ゴールしました。はい。それではダンゴムシが左右交互に進んでいくということがわかったと思います。 つまりダンゴムシはこのようにある T 字路に出会った時には右左右左というふうな順番で進んでいく特徴があるわけですさてじゃあ次にじゃあこのようにダンゴムシが左右交互に進むということにはどんな意味があるのかということを考えてみましょうつまり左右交互に進むとダンゴムシの生存上どんな利益があるのかということですこれについてはちょっと物語形式で紹介したいと思います じゃこのようなコロちゃんというダンゴムシを皆さん想像してみてください。で自然界にはまあ、岩や草などさまざまな障害物が存在します。それにそういった障害物にぶつかったとき、ダンゴムシはその都度どちらに進むのかという決断に迫られます。はい、その際にます、あ、べ、えー、て左に進んでしまうとですね、元来た場所にこう戻ってきてしまいやすくなるわけです。また。 右の方にずっと進む場合でも一周回って元の場所に戻ってきてしまいますしかしこれが右左右左というふうに左右交互に進んでいくことによって早く遠くへ行くことができるわけです実はこの早く遠くへ行けるということがダンゴムシが左右交互に進んでいくメリットなのではないかというふうに考えられています つまり点滴に襲われたときに左右交互に進めば早く早く遠くへ点滴から逃れることができますし交尾相手を探す時にも左右交互に進んでいけば、えー、早く遠くへ行けて交尾相手に出会える可能性が高くなるということです。今日皆さんにダンゴムシのさまざまな生態について観察をしてもらいました。 このようにダンゴムシ一つをとってみても実はさまざまな不思議が隠れているということは分かっていただけたと思います。実は子供というのはこののはこここよううううなななな不不思思議議ととを発見すする名人でいいった子供の不思議だななぜだぜろうという気持ちに寄り添える保育者をぜひ目指してほしいなというふうに思います。で、宮崎国際大学ではこのようにさまざまな体験を通して皆さんに生物や自然について学んでもらう授業を用意しています。 ぜひ一緒に勉強しましょう。